神田ものラジオ、略してダマラジオ、始まりました。2018年第1回目という名の20回目。もう20回やるらしいですよ、今日で20回目だって。早い。改めまして新年明けましておめでとうございますね。何を喋ろうかな。この今年入ってからはそうだな、特に変わりなく過ごしてるんですが、楽しい日々を過ごしてますね。アビちゃん家で、新年会パーティーやって、その時に久々に人にご飯を食べてもらいまして、すごいすごい褒めてくれたのよ。あれでもカットしてくらい知ってるくらいすんごい褒めてくれて、マジで嬉しくて調子乗って、今日岡山から帰る時の新幹線でね、唐揚げ食べたんですよ、1個パクって。で、唐揚げもっと食べたいなと思って家に帰ってくる途中買おうと思ったんだけど、こう既製品買うのやめて自分で作ってみて食べた。女子力上がっただろう。もう料理はやっぱ人に褒められて私伸びるタイプなんで、料理はっていうか、一回人が認めてくれるともっとやる気が出るというか、もう料理に関しては面倒くさいと思うことがなくなりました。すごいでしょ、人ってやっぱ変われるらしいよ。でね、今日もね、友達とさっきちらってね語りに行ったんだけどって言ったら、まだその変わりきったところを見てないからあれだけどって言って、でもなんか落ち着いたねって、最近なんか落ち着いたね雰囲気って言われましたけど、そんな感じで早速久々になってしまいますが、そう、神田間の質問コーナー。このコーナーは神田間が皆さんからの、Twitter ハッシュタグダマラジオ、または YouTube のコメント欄に来てる質問に神田間が神田間なりに勝手に答えていくコーナーでございます。すごい時間が空いちゃってるんだけど、巻き返しでね、第18回目のから、あと Twitter に来てるのと今日は返していきたいと思います。ちょっとお返事が遅くなってしまっておりますが申し訳ございません。早速いきます。でね、ご相談なんですが、私は21歳男性です。今年の6月くらいに職場の先輩を好きになり、何回かデートをして8月に告白をしましたが、相手からは後輩としてしか見れないと言われました。その後も自分が諦めることができず、食事に誘ったり相手からの食事の誘いが来ることもありました。そしてクリスマスイブに先輩と予定を作れたので、その時にもう一度告白しましたが、元彼と前日によりを戻したんよと言われました。人を好きになったことが初めてで、正直同じ職場っていうのもあり、自分の感情とこれからの仕事内での関わりをどうしたらいいか分かりません。アドバイスとあればお願いします。なるほど、すごいグイグイってまずかっこいいなと思いましたね。こんだけ思われたらすごい幸せなのにねって今すごい思っちゃったけど、モチベーションっていうかその心の保ち方だよね。私だったら仕事はもう割り切って、向こうは後輩としてしか見れないって言ってるわけだから、もうめちゃめちゃバリバリ仕事ガツガツやって、輝かしい後輩になって男らしく見せるというか、仕事バリバリやってる人ってなんか男らしいというか頼れる感じがするじゃないですか。そういうところをバンバン見せて、俺の方が幸せにしてやったのによーくらいな感じでいてほしい。こうアピールできるのはこのご時世、今草食男子が多いと言われてる中ですごい素敵だと思うので、なんかもっともっと輝いちゃってほしいですね。仕事内での関わりは女側って多分大丈夫だと思うんですよね。バリバリ仕事をする女の人だったとしたら先輩もスイッチがあると思うし、仕事で結果を残すというか、そっちにシフトした方が、男性でなんか知らん間に誰かに見られてて女性が気になる存在になるというか、これはなんか男女問わずだけど、頑張ってる人ってすごい素敵だと思うから、先輩にいい男だなって思われるように、なんかこう私だったらやりたいな。ただクリスマスイブに予定を組んだのに前日に売りを戻したって、なんともね、苦しいわ。でもこれをバネにって言葉あってんのかな、なんか乗り越えて、めっちゃ多分20代後半になった時にはこの人めっちゃ
モテモテなんじゃんって今勝手ながら思いました。今はまだ辛いと思うんですけど、バリバリで仕事バリバリで行ってほしいなと思いました。はい、次、ででん、神奈川さん、いつもダマラジオ楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。神奈川さんに出会ってから私も女子力向上しようと思い立ち、そのおかげか久しぶりに最近彼氏ができました。おめでとうございます。この前のクリスマスに昼間にショッピング、夜に県外の有名なイルミネーションを見に行きました。実家暮らしなので親に前もって彼氏ができたとは伝えず、友達に紹介してもらった男の子と県外にイルミネーションを見に行くことを伝えたり、親も帰りが遅くなることは分かっていたと思います。しかし渋滞の影響で自宅に着いた時には日付をまたいでいて、母から父が12時を過ぎるなんて非常識だということを言っていたということを聞きました。確かに誰かもわからない人と夜遅くまで遊んでいて心配をかけてしまったことは申し訳ないと思ってます。なので彼氏に親を紹介しようと思っているんですが、元彼が夜遅くまで連れ回すからという理由で親に嫌われていたこともあり、もう印象が悪くなってしまっていると思うと合わせるのが怖いと思ってしまいます。神奈川さんは付き合ってどのくらいでどのような感じで紹介していましたか。よかったらアドバイスと勇気をください。今日は失礼いたしました。私はどれくらいで紹介とかは特に何も覚えてないんですけど、タイミングが来たらパッて紹介する。でも彼氏ができたら私はすぐ親には言いますね。うん、友達親子みたいな感じなんで結構何でも相談できるんで言っちゃうんですけど。でアドバイスか、私はもうなんか事情も事情だから、会った時にまずはクリスマスはすいませんでしたっていうのを彼が言ったら、今印象が下な段階でしょ、あとは上がるだけな気がするから、誠実さを彼氏に見せてもらってってやれば全然大丈夫だと思いますね。そのちゃんと礼儀があれば全然人の印象って変わると思うし、親を説得するのって難しい時あるけど、でも娘の言うことを信じてくれるのも嫌だと思うので、言葉ではきつく言っちゃうけどね、娘の意見を尊重してくれるのが親というか、私はそうやって親に育てられたからそう思うんですけど、大丈夫、印象が最初が悪かったからあとはあげるだけ。次、ででん、ブリーチしてますか。してます。こっから下らへんめっちゃしてます。ここブリーチしてないですね。髪伸びたね。さあどこまで伸びるんでしょう、私の髪の毛は。そして私はどこまで髪を伸びるのを耐えられるのでしょうか。今んとこもう毎日のように結んじゃってるから伸ばしてる意味がほぼないんですけど、でも美容院に行かなくてもね、結んじゃえば OK っていう楽さが今ね、この最近この外見部分でのその内面っていうか、その料理をすることは OK になったけど、寒いしおしゃれする気になんないし、もう防寒まっしぐらなんで、全然もうなんかコーディネートが好きとか言ってもらってるにもかかわらず、あとメイク動画が見たいですって言ってもらってるにもかかわらず、最近もうねファンデーションやめて、あのなんだ韓国の牛乳クリームみたいなやつ塗って粉パンパンってやって終わらしちゃってるくらい、あの朝寒さに負けてます。次、ででん、神奈川さんはじめまして、いつも動画楽しみに見てます、参考にしてます、ありがとうございます。突然ですが質問です。神奈川さんは休日に家で外出する気もないけどめちゃくちゃ暇な時って何してますか。これがあったんですよ、年末に。で私散々休みが欲しいって言ってたのに、何もしなくていいっていう状況になったらすぐ飽きちゃって、結局外出て買い物行きましたね。ウィンドウショッピング、うん、行った。私暇が苦手なのかもしれない。でも本当に暇だなって思ったら私寝ると思う。あとはまあ見たい映画があったらもう Amazon プライムでずっと見ちゃうみたいな感じかな。そんな感じだと思います。次、ででん、はじめまして、はじめまして、愉快な神奈さんが好きです、ありがとうございます。愉快かな。私は23歳の大学4年生です。今4つ下の彼氏がいますが、可愛い感じなので甘えてくること、頼まれること全部してあげちゃいます。一人っ子でママに可愛がられて育った子だと聞きました。私が何でもしたがりなのですが、手伝ってほしいなとか、たまには頼りたいなとかも思います。でも口には出せません。言えない自分がいけないとは分かっていますが、私はあなたの母親の代わりじゃないんだよってイラつくことがあります。
自分の言いたいことを言えるようになるにはどうすればいいでしょうか。あーね、私は言い過ぎちゃうから逆にこの悩みが羨ましいんですけど、でも頼れる、頼るのは男の人って嬉しいと思う。頼られて、ちょうどなんか今日喋った友達も言って、なんか褒められるのと頼られるのは嬉しいって言ってたんで、まさにそれだよ。だから頼るのは安心して言っちゃう。もうで手伝ってほしいは、これしてくれたらなんて言うんだろうな、素敵だなって言い方、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、こうしてっていうのは無理だけど、こうしてくれたら嬉しいなとか、こうしてくれたらもっとその人のこと、なんだ、その彼のいいところがもっと伸びるよとか、こうなんか、なんて言うんだ、うまく言葉で言えない。でも母親代わりじゃないんだよっていうのはね、あるよね。自分の言いたいことを言えるようになるには自分を信じる、勇気を出す、勇気を持って一回飛び込んでみましょう。次、ででん、はじめまして、いつも動画拝見しています。質問です。私は大学1年なのですが、かれこれ3年以上彼氏がいません。実は小学校の頃から幼馴染のことが好きです。しかし彼は私と他の男子数人で一面だし、改まって好きとは言えません。また彼と2人で泊まりをしても何も起きないほどです。向こうは私のことを一番の親友と言ってくれます。こんな彼のことを好きになるのが間違いなのでしょうか。よく言えば付き合いたいです。神田さんならどうしますか。なんか幼馴染の質問過去にもあったよね。私ならどうするんだろう。この一面の関係性が崩れるのを覚悟できたら告白しちゃう。二人で泊まりをしても何も起きないってめっちゃ良くない？いい彼だと思う。ね、欲に負けてさ、なんかね、男になるやつより全然いい人だし。一番の親友は、なんか複雑だね。そんだけいいやつってことだから好きになるのは間違いじゃないと思うし。小学校の頃からね、彼氏がいても結局この幼馴染に勝つ人がいないってことだよね。ってなったら言っちゃうな、私だったら。なんか、もしその関係が崩れるっていうのを割り切って告白して実際崩れたとしても時間がどうにかしてくれることもあるし、その後はね、誰も想像できないっていうか、から塗っちゃう、私だったら。ね。悩ましい。好きって止められないじゃない。なんかこう、ね。って思った。次、でね、神田さんお疲れ様です。お疲れ様です。今彼と2ヶ月ほどお付き合いしているのですが、ものすごくラブラブでめちゃくちゃ仲良しなんですが、羨ましいな。落ち着いた時のギャップが怖いです。急に彼が冷たくなったりしないか不安です。お互い20代後半で結婚も多少は視野に入れてるので、適当な付き合いではないのですが、最初からかなり盛り上がってるので心配です。神田さんの恋愛はどうでしたか？参考までに教えていただきたいです。盛り上がる。ものすごくラブラブ。盛り上がる。どうだったっけな、私の恋愛。常にいつも一緒なんだよな。なんかそのなんか、思いっきりラブラブすんのも嫌だし、なんて言うんだろうな。なんだろう。でも落ち着いた時のギャップっていうか、落ち着いたらそれってもうお互いが、なんか信頼しきってるから落ち着くというか、いいことだと私はすごい思うんですが、最初からかなり盛り上がる恋愛を私はしてるのかな。私本当に多分ピーみたいな感じだと思うんだよな。倦怠期とかもわかんないし、なんだろう、めちゃくちゃ仲良しなら平気な気もするけど、人間ってこうね、ずっと同じテンションでそんな生きられると私は思ってないから、冷たくなったらなったでなんかの理由があるし、今ラブラブなのもお互いの気持ちがこう分かり合っててラブラブだと思うし、もし超心配ならもう初めのうちに徐々にクールダウンして、こうなんて言うんだろうな、なんか最初に盛り上がってるから後から急降下っていうのがね、申し訳ないんだけど全然イメージがつかなくって、なんもう、どういうことだろう。好きみたいってことかな。私の恋愛って多分本当に私がいつもピーな気がする。ピー、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、ピー、なんて言うんだろうな。でも前
最後に付き合った人の時は向こうが常にこうがっつり来てたけど、気持ち冷められた瞬間にガクンって冷たくなったから、彼は AB 型なんだろう、なんか AB 型のイメージってそんなイメージなんだよね。それくらいしかちょっと言えないな。でも幸せに。次、ででん、こういう服にはこのメイクっていうパターンとかポイントとかありますか？ないです。ただ本当夏とかのシンプルな服の時とか、もう黒白だけの時は色味を持たす、あ、てかメイクでどっかしらに色味を持たす、色味を出すっていうのはあるけど、こういうメイクにするっていうのは本当その日の気分でしかないんだな。だからマスカラを使わないメイクって紹介してる動画のメイクをしながらも、その日マスカラをバサッてやりたい気分だったらマスカラバサッて塗るし、みたいな、ほんとそういうなんか何とも言えないその日の気分やにな感じです。次、ででん、ダマラジオ初めて質問させていただきます。いらっしゃいませ。中学から5年間付き合っている彼がいて、彼は私とずっと一緒にいるつもりでいてくれているのですが、私は将来的に結婚となると本当にこの人と結婚していいのかと考えてしまいます。その人と今は別れる理由もないし、まだ年的に結婚を考えるのは早いと思うのですが、早いと思う。周りの友人に若いのは今だけなんだからもっと周りの男の人見た方がいいんじゃないと言われました。正直今はその人と別れて他の男の人と遊びたい気持ちもないのですが、確かにその人だけ結婚していいのかなと思ってしまう自分もいます。こういう場合このまま付き合い続けていいのか、それともちゃんと先のことを考えて行動すべきなのか、神田さんどう思いますか？長文すみません。今読んでと思ったのは、別れる必要はないと思うんですけど、いろんな人を知るって、付き合ったらその相手のことすごい知れると思うけど、そのご飯だったり飲みの場でも十分男性のことを知れるというか、二人きりで行けとは言わないけど、その友達が連れてきた男性とか、まあ、そういう場には行くようにした方がいろんな男性を知れる。付き合ったら本当にその人の性質がバンバン見えてくけど、普通にそのなんだ飲み会とか、そう何度も今同じこと言っちゃうけどとかでも全然男性を知れるっていうか、でそこで気になる人ができたら、その時はね、なんかそっちに行くんじゃないかな。私はなんか、結婚のことは全然まだ考えるのは早いと思うし、そう早く結婚したいっていうなら今の年からちゃんと考えなきゃいけないのかもしれないけど、私みたいにこうなんか恋愛後回しみたいな感じでいいなら、本当にひたすらいろんな人と話す機会がある場に出かけた方がいろんな人を見れるというか、付き合うだけが男性と遊ぶというのは違うというか、こう話してる根本には私は彼氏がいても男友達と全然ご飯に行くから言う。いろんな人を知るために別れるのはなんか違う気がする。いろんなこと、いろんな人を知るには別に、なんだ、付き合うだけが知る方法じゃないっていうかって思いました。次、神田さんに質問です。神田さんはお酒の飲み方について気をつけていることとかありますか？これから飲みに行く機会が増えるので参考にしたいです。自分のその日の体調をめちゃめちゃ気をつけてますね。あとはなんだろうな、飲み方で無理はしない。お酒で無理はしない。それくらいかな。無理はしない。次、ででん。花輪さん、こんにちは。こんにちは。私は31歳の女です。今、恋愛で悩んでいます。なんだ、好いてくれる人がいて、結婚するにはこういう人がいいんだろうなと思います。しかし、一緒にいてあまり楽しくありません。そして最近転職して、そこの先輩がとても頼りになり、話してて楽しく気になり始めました。しかし、嫌われてはないけど、特になんとも思われていない気がします。年も年なので結婚を意識してしまいます。愛されるよりも愛したいマジでなのか、現実を見るようなのか、神田さんはどう思いますか？私は愛されるよりも愛したいです。現実を見ろって言われちゃうけど、私は一緒にいて楽しくない人とは結婚したくないし、って思っちゃいますね。結婚する意味になりません？一緒にいて楽しくない人と結婚するのって。もう結婚が目標だったら、その目標は、達成するかもしれないけど、私は多分、
これからもしね彼氏ができたとして、そのできた彼氏は絶対一緒にいて楽しい人がいいし、一緒にいて楽しくてこの人ともっと将来いろんなことを一緒にやっていきたいなと思ったら多分結婚したいってなると思うんですよね。から結婚っていう世間体が欲しいなら私は愛されての結婚の方がいいかもしれないけど、私が目指してるのは自分が相手を思えての結婚だから、私は愛されるよりも愛したいマジでって思っちゃいます。まあなんかね、このね、私もね、ほんと去年から結婚どうなの、結婚どうなのとかさ、あの、こないだのお正月もさ、おばあちゃんからさ、舞ちゃん結婚の予定はないのかしらみたいに言われちゃってさ、時が来たらじゃん、タイミングじゃんみたいな感じで返したけどさ、やっぱ昔の人からすると今結婚してないって遅いんだなって思うし、でも時代も変わってきてるし、なんなら自分の気持ちは私は大事にしたいし、で、なんかそうやって思った。はい、次でね、初めてコメントさせていただきます。いらっしゃいませ。いきなりですが相談です。今私は25歳会社員です。社内は20人ほどで、私と後輩ちゃん以外全員男の人です。後輩ちゃんは20歳でとてもいい子です。社内の男性陣みんなその後輩ちゃんのことをとても可愛がっていて、私もいい子なのですごく好きなんですが、社内の男性陣が後輩ちゃんにいろんな仕事を頼むので、後輩ちゃんの日常業務のやれなかった分を私が片付けるということがたまにあります。私は人に怒ったりいろいろ言うことができないので、いつも黙って後輩ちゃんの仕事を片付けたりしてるのですが、後輩ちゃんと男性社員が楽しく話をしているのを見たりすると、その分私の仕事も増えるのではと少しイラッとします。どうしたらいいでしょう。傍から見ると後輩ちゃん、チヤホヤされてる後輩ちゃんに嫉妬してると思われると恥ずかしいので、イライラは隠して仕事に取り組んでいますが、何かいい対処法やイライラのごまかし方などないか教えてください。長文すいません。後輩ちゃんの日常業務やれなかった分をこの方が片付けてるのは、後輩ちゃんからしたらこの方はすごい頼りになる先輩だと思うんですよね。私そういう姿を見てる人もいると思うし、後輩ちゃんも成長してったらどんどん仕事もスピード上がってくるかもしれないし、私だったら会話に一緒に入っちゃうんだよね。自分自身が他で充実すればいい気がする。すんごい女磨いて、後輩ちゃんよりもあれこいつ大人のやっぱ色気みたいに思わせるとかも私だったらしちゃいたい。20だって20人くらいで2人、18人が男ってことでしょ。後輩ちゃんには後輩ちゃんのいいところがあって、この方にはこの方のいいところがあるから、それを伸ばして男性がほっとかない女に私はなりたいってすごい思っちゃう。で、むし仕事をバリバリやってて後輩ちゃんの分の仕事も片付けてたら、あいつめっちゃいい先輩じゃんってなると私は勝手に思っちゃうんですが、違いますかね。でも男性が多い職場ですごいいいなって思った。男性が多いと仕事しやすいって私も思うし、私の周りもすごい言うから、あとあのプチプチ買うとかね、プチプチあの昔流行ったやつ、プチ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 とか地味なストレス発散法な気がする。イライラ解消法な気がします。アドバイスになりましたかね。次でね、神田間さん、付き合う人年下ありですか。ありなら何歳下まで OK ですか。あー、リアル2歳が限界かもしれない。私2個上の友達も多いし、2個下の友達も多くて、この2個の感覚が私の中ですごい多い。次でね、初コメントです。いらっしゃいませ。神田間さん大好きです。花輪さん動画いつも楽しみに見てます。ありがとうございます。いきなりなんですが相談です。私には1年ちょっと付き合ってる彼氏がいます。遠距離で東京と名古屋年下の彼氏です。最近彼への気持ちがよくわからなくなってきました。ちょっとのことでイライラしたり、 LINE のやり取りで話題を振ってもそっけない返事で返すのもたまに嫌になったり、遠距離で寂しいとかもっと会いたいとかも考えるのめんどくさくなったりします。別れたいのか別れたくないのか自分でもよくわからなくなってきました。まとまりのない相談ですいません。ぜひ神田間さんの意見が聞きたいのよろしくお願いします。これからも動画楽しみにしてます。なんとなく言いたいことが今すごい察した、けど遠距離ってイメージね、信頼があるからこそ続いてるというか、この気持ちがなくなったとたん終わりだと思うんだよね。一回会うのがいいなって思いました。やっぱ会えないから不安が出てきたり、 LINE
でのやり取りにも悪気がなく向こうが言ってることもあるし、こっちもそうなってることもあると思うし、直接話すことで解消することがすごい多いと思うというか、単純に遠距離恋愛に疲れるよね。遠距離で寂しいとかもっと会いたいとかも考えるのめんどくなくなったりします。これは遠距離じゃなかったけど、私こうめんどくさって思っちゃうんですよね。結構寂しい、もっと会いたいっていう気持ちが生まれると、うわその感情めんどくさって思っちゃうタイプなんですよ私。から一回会って自分の気持ちをちゃんと確かめるのがいいなと思いました。次、ででん、初コメです。神田さん、いつも楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。相談なのですが、今21歳の社会人2年目で、彼女が1年いません。合コンに行ったり、出会いの場に行って女性と交流することを心がけているのですが、第一印象がチャラそうとかイメージが悪いのですが、第一印象がいい男性とはどんな男性なのでしょうか。長くなり申し訳ありません。第一印象は悪くてなんぼだと思います。チャラそうとかって、悪いかもしれないけど、中身の真面目さだったり誠実さを見せた途端に女性はハッてなる人が絶対多いと私はすごい思う。違うかな。現に本当にチャラい人ってなんだ、見た目はチャラくない感じ、なんだろう、なんて言うんだろうな、チャラそうな人ほど一途だったりもするし、結局第一印象は第一印象でしかないというか、最初イメージがめっちゃ良くて落ちると終わりだけど、イメージ悪いとこから始まって上がっていくなら、女の人ってそっちの方が男の人にはまるっていうか、そういう風に私思うので、第一印象もし気にするなら気さくな感じ、挨拶だけちゃんとすれば大丈夫だと思います。ニコニコしてるとか、ほんとそんな感じだと思う。次、ででん、こんばんは、いつも見てます。夏に相談に乗っていただいて、トークショーに行ったり、しーちゃんのお好み焼き食べに行きましたが、ちょこちょこコメント、ああありがとうございます。夏の内容と被る部分もあるんですが、相談に乗っていただきたいです。一つ目は、仕事で魅力を感じないやる気のない人に協力したいと思えなくて、やる気を出させるために自分より若いとか10代の子には自分が責任を持って教育しています。4年ほど今の仕事をしてるんですが、職場が変わっても上の方の立場になってきました。上の方の立場になってきました。今は23歳で、私が後輩だけど年上の人が部下になるような、そこまで魅力を感じない人とうまくやれません。2つ目は、忙しい理由に何もできません。プライベートでの返信が2日後になったり、おしゃれ、勉強、同棲のための引っ越し、そこを怠ってまで毎日の仕事は自分に意味があるのか。最近少し YouTube で神沼さんが話してましたが、忙しい中で睡眠時間を削って何かをするってどうすればできるようになりますかね。長々申し訳ないですが、よろしくお願いします。応援しています。大好きです。1個目、仕事で魅力を感じないやる気のない人に協力したいと思えなくて、でもこれは私だったら仕事として割り切ってやるしかないなと思っちゃう、うん、でもすごいわかる。私、上司になる人が尊敬できない時の自分のモチベーションの保ち方、超最悪なんですよ。今クソって言おうとしちゃったけど、超最悪で、尊敬できない人に指示されるの私超嫌なんですよね。だからなんか気持ちがすごいわかるんですけど、やる気のない人は本当にやる気がないってもう最近もすごい思うけど、でもなんかそれも受け入れてあげて、その子の良さを伸ばしてあげるのも一つの仕事っていうか、なんかまあ上の立場としての役割というかっていうのは感じるから、仕事としてこうやる気のない人に協力したいとは思えなくても、仕事として割り切ってほしいなって思う部分がありますね。で、二つ目の、忙しい理由に何もできないっていうのは、毎日の私がその忙しい中で睡眠時間を削って何かをするっていうのは、自分が例えば 100% 今まで仕事で力をやったのを 70% の力でその日の仕事をこなしてたら、睡眠時間を削って飲みに行くみたいな感じかな。多分真面目に全部ガガガガってやってたら全部できないし、今日プライベートでこれやりたいから今日の仕事は7割の力でできることを頑張ってやろうみたいにするとちょっと気が楽になるというか、だから手を抜くっていうよりかは7割100割の力で仕事やってたことに関して
7割にするって手を抜くっていう感じだけど、まあ言っちゃえばそうなんだけど、でも7割でやることでもちゃんとこなせることをやるというか、なんて言うんだろうな、なんか難しい、なんだモチベーションを100から7に、100から70にするみたいな感じ、なんていうのかな。 YouTube の私の動画を毎日じゃなくてもいいな、いくつか見てる人はわかるかもしれないですけど、手抜きの人、手抜きじゃない時と私結構差があるんですよね。でも続けることに意味があると思って今やってるから、こう見れる動画にはする。でもこう なんて言うんだろうな、本当はもっといろんなことをね、動画編集でやりたいんだけど、こう私は3時間以内に絶対に編集を終わらせるっていうのでやってて、その中でやるっていうか、なんて言うんだろうな、うまく言えないな、その限られた時間の中で自分ができるパフォーマンスをやるしかないっていうか、なんて言うんだ、うまく言えない、どうしよう、なんか自分のこのモチベーションの割り振りを変えるというか、うまく言えない、伝わっててほしい、これでどうだ、伝わってますように。次、ででん、毎日 YouTube 見てます、ありがとうございます。この日のスウェットすごく可愛いです、どこのか知りたいです。このシャープ18の時のは知り合いの先輩がやってるブランドので、発売してるのかわかんないですけど、サンプルでもらって、雑ですいません、いただき物です。次、ででん、神玉さん、はじめまして、ダマラジオすべて見ました、マジありがとうございます、いつも参考にしてます、初めて相談させていただきます、読んでいただけたら嬉しいです、遅くなりましたが読みます。私は21歳社会人です。学生の時から3年付き合ってる彼氏がいます。今まで3回浮気されました。私はその度に別れようとしたのですが、別れ話をすると、お前いないと生きていけない、もう死ぬから俺が死んだら俺の大切さは分かるよ、分かってくれるよね、などと言ってきます。こういうこと言う人は絶対死なないなんて分かっているのですが、もし本当に死んでしまったらどうしようという気持ちや、私が彼に必要とされていることが嬉しいと思ってしまいます。一緒にいて楽しくて落ち着く彼なので、私もなかなか別れられません。でも別れたいという気持ちは常にあります。彼も私もお互いに結婚を考えていません。この先もダラダラと付き合っているのは時間の無駄だと思っています。最近も浮気をされて別れ話をして、別れたくないという彼を無視して連絡を絶った時は、家に警察呼ばれて安否確認をされました。私だけが別れたいと言っても、彼が別れたくないと言ったら別れられないみたいです。もうどうしたらいいか分かりません。神玉さんならどうやってけじめをつけますか、アドバイスいただきたいです。長くなってしまう、大丈夫これ、これ大丈夫、怖い怖い、逃げ道全部閉ざされてる感がやばい。ちょっと待って、超考えよう。連絡下手に立つとあれだから、ちゃんと、どうやってけじめつけようか。私はお前、ちょっと待って、これだい、ちょっと、やばない、初めてすぎて、ちょっと、だってそう、もし本当に死んでしまったらどうしようって気持ち芽生えるじゃん。私、お前いないと生きていけねって言うなら浮気すんなよってまず思うし、もう死ぬからって言うならもう疲れたから死ねばって実際思っちゃうし、でも本当に死んだら困るじゃん。一回じゃあ本当に私がいなくても生きていけるか生きていけないか、考えるために距離を置こうって言っちゃう。で、そのまま私は消える。消えたい。もう連絡取りたくない、この人と。で、警察が来て安否確認されたら、ストーカーで悩んでますとか言っちゃう、私だったら。かな、距離を取る。距離を取ることを提案する。で、自然消滅を狙う。なんか、それしか今思い浮かばない。ちょっとでもなんかそう、身の危険だけは、自分の身は、本当になんか守ってほしい。なんか待ち伏せとかされたりしても嫌だからね。気をつけてください。次、ででん、神玉さん、こんばんは、こんばんは。スライが大好きなのですが、神玉さんの服がドンピシャにタイプだったのをきっかけで動画見るようになりました。ありがとうございます。いつも質問コーナーの答え方が好き、私も相談してみたいなと思い初コメントです。ありがとうございます。私は今年成人式を迎える社会人20歳なのですが、1年前に大好きになった人と別れて、それ以降彼氏ができません。好きになると一直線になってしまうタイプです。そんな自分が嫌だな、次はもっと気楽に付き合いたいなと思いつつ1年が経ってしまいました。その人のことは吹っ切れているのですが、すごくいい人だ
ったなとたまに思い出すくらいの状態です。この1年の間に好きな人もできたんですが、何回か食事に誘われて遊んだりしましたが、ひょんなことから体の関係を持ってしまい、今では連絡を取ってません。せっかく好きになれたのにと思う反面、誠実な人ではなかったなと思うようにして割り切っています。付き合ってみたかったなと思いますが、それ以外は何もなくて、友達の幅も男女ともに多く、よく遊びに行こうなのですが、恋愛に関しては全然していません。高校時代から仲いい友達とばかり遊んでいて、その友達も彼氏ができない子が多いです。高校生からこんな感じです。神田間さんが以前、彼氏が欲しかったらとにかく動くと言っていたのを思い出し、もともと友達にはあまり恋愛感情は持てないタイプなので、新しい出会いがないせいかなと、合コンにも積極的に参加しようと決めて行動しているのですが、友達には合コンかとか出会い求めすぎとか言われてしまう始末です。振られてからいろいろ考えて、彼氏より夢中になれる趣味を作ってみたり、ジムに通い始めダイエットをしてみたり、服もメイクも好きなので自分磨きも頑張っているつもりです。毎日楽しく過ごしているのですが、やっぱり恋愛で刺激とか癒しとかが欲しいなと思います。こんな私のことどう思いますか？そしてどんなことを改善すれば恋愛できると思いますか？最終的にざっくりとなってしまってすいません。そして長文失礼しました。相談に乗っていただけると嬉しいです。またいろんなこと聞きたいです。なるほどね。いや、私はすごいこの方が行動派ですごい素敵だなと思いました。恋愛はね、別物だし、でも無理に好きな人は作る必要はないというか、恋愛がしたかったら行動しろっていう私のやつは、出会いがないなら行動しろっていうことで、で、動いてるわけじゃん。で、そこで自分が好きになれる人がいなかったら、まだそれは、なんか、時期じゃないというか、私は本当人を好きにならないから、と思うし、まだ1年でしょ。大丈夫。大丈夫。全然大丈夫。出会い求めすぎの何がいけないのってめっちゃ思うけどね。なんかその、いろんな人と知り合うことをマイナスに捉えるのは私はよくわからないし、改善、焦らない。焦らないって思う。焦らない方がいいと思う。私はそう思った。焦らなすぎるとここまで来るから気をつけてほしいけど、1年、もう1年いない、どうしよう、1年間も彼氏いない、好きな人いないってなるんじゃなくって、この1年はこんなことを充実して楽しかったな、次の夏は彼氏いたらいいなくらいの気楽な気持ちでいいんじゃないかなと思いました。次、いつも返答ありがとうございます。前に洗顔フォーム変えて肌ツルツルって言ってましたが、パーフェクトホイップはやめたんですか？洗顔フォーム変えて肌ツルツルは言った覚えがないぞ。なんだ、ずっと私はパーフェクトホイップです。次、神田間さん、はじめまして、いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。神田間さんのヘアカラーが可愛すぎて私も染めたくなりました。以前明るくしていたのですが、今お手入れが面倒だと感じ、地毛に近い色でいつも染めてます。神田間さんが思う明るい髪色の良い点と悪い点教えてください。教えてほしいです。髪が明るいのの良い点は、自己満。悪い点は、お手入れが面倒。ほんとそれだけかな。明るい髪、まあ、個性が出ていいと思う。でも何色でも個性あるしね。明るくすることってほんと自己満だけな気がする。普通に私モノトーンいっぱい着てますけど、髪暗くてモノトーン着てる人かっこいいなって思うし、髪を明るくすることに関しては自己満、それによる代償はでかいみたいな感じでしか思わない。次、いつもゆるく動画見させていただいてます。楽しい動画ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。突然ですが相談です。私は22歳のフリーターです。友達からやり直そうと言って別れた元彼と関係を続けているというような相談をしていた職場の同い年の男友達がいました。その男友達と仕事終わりに2人で飲みに行って、お互い終電がなくなりさまよった挙句、何もしない約束でホテルに行くと私から提案し、その日はホテルに行くことになりました。私の恋愛事情は全て知っている彼でしたが、ホテルに着くとハグをしてきたのよ。私はびっくりして、いやいや、そんなんじゃないよねと言ったら、俺は好意がないわけじゃないと言われ、押しに押されて結局最後関係を持ってしまいました。それまでは単なる男友達としか見ておらず、恋愛対象にも絶対入らないと思っていないのですが、その後から意識してしまって、前は
毎日何気ない LINE をずっとしているくらい仲が良かったのですが、以前のようにうまく話しかけられなくなったりして、お互いなんとなくギクシャクするような感じになってしまいました。すると最近向こうに彼女ができたと聞きました。私の前では彼女の話はしません。私も彼女できたんやねなんてことも勇気がなくて聞けないくらいです。毎日職場で顔を合わせるし、いつも近くにいるのでなんだか辛いです。私も私でその後も元彼との関係が続いていたし良好だったため、もし好意がないわけじゃないという言葉が本当だったらそれを知って傷つけてしまった可能性もありますけど、ずっと気になっています。神奈川先生はどうしますか？長々とすいません。答えてくれたら嬉しいです。これからも動画ラジオ楽しみにしてます。これはね、神奈川的な考えを言うと、何もしないでホテルに行って何もしない可能性はゼロに近いってまず私は思う。それは女性からの提案でも男性はゼロとは一切思っていないっていうのが私が思うことね。ハグしてきてびっくりして、女の人はいやいやそんな感じじゃないよねって言って、俺は好意がないわけじゃないって言われてきたわけじゃん。それって私からするとただやりたいだけこいつって思っちゃう。すごいこう YouTube でこんな生々しく話していいのかわかんないですけど、多分やるためならどんな手段でも使うと思うんだよね。で、女の人ってやったら好きになっちゃう子めっちゃ多いじゃん。こういう感じでやって好きになっちゃって傷つくのは女だけであって、男はその時の自分のこのあれを解消するためだけにしかもう頭が働いてないっていうのが私の男性に対する印象。同い年22歳の男性でしょ。まさになんかもうお猿さんみたいな感じで私は思っちゃうから、なんか今こうやってね好きになってる感じで今こうやって私がズバズバ言っちゃって申し訳ないけど、なんかその彼女できたことも言ってこないってことはもうなんかその人の、言うたらこれ以上言ったらセフレになっちゃうと思うし、逆にもうこっちから彼女できたんでしょみたいなおめでとうくらいの軽い感じで言った方が関係は良好になる気がするってすごい思っちゃう。だって好意がないわけじゃないってことはさ、私すごい思うのは、本当に大事にしたい女性と私はちゃんと段階を踏んでくれるのが誠実な男性だと思う。うん。どうなんだろう。って思った。です。すいません、とストレートに言っちゃって。次、ででん。お疲れ様です。お疲れ様です。初書き込みです。いらっしゃいませ。今、就活浪人中で予備校に通っている23の男ですが、お恥ずかしいことに予備校の先生を好きになってしまいました。弦を抜かす暇な、弦これ。ないはずなのに久しぶりに人を好きになってしまいました。焦っているわけではないのでタイミングがあればとは思っていますが、ご飯に誘ったりするのはありだと思いますか？むしろ合格もらって全て決まってからのがいいと思いますか？勉強に集中できないなら行っちゃえって思っちゃいます。だからご飯に行ってそういうモチベーションでまた頑張れるなら私はご飯に誘っちゃう。息抜きも大事だからね。私だったらもう頑張ろうってなるからご飯連れてってくださいか、その時の自分の勉強の状態によって、いや今これをやんないとやばいってなって、あれ就活か、え大学じゃない、就活か。あでも就活だったら全然私は普通にご飯行っちゃう。はい、というわけで、シャープ18のご質問に今答え終わりました。皆さんいつもありがとうございます。2018年もこんな感じでゆるく話していくので、なんかの暇つぶしに固まラジオがなってくれたらなって思います。それでは終わりまーす。ご清聴ありがとうございました。バイバーイ。